はい、こんにちは。5月26日です。今、夜の11時です。今日は藤原直哉さんのお話のね、まとめというか、おさらいみたいなことを。直哉さんにはね、なんだっけ、QFS か。あれはね、分散化システムだっていうんですよね。で、なんだっけ、中央銀行は、あれによってもう必要なくなるっていうんですよね。まあどういうことかというと、QFS はブロックチェーンなんですよね。で、ブロックチェーンっていうのは、ビットコインに代表されるように、全体が相場とかをね、みんなで決めていくわけだから、分散化システムってまさにその通りなんですよね。で、QFS によって、その、新しい時代の通貨っていうのは、私はね、なんていうかさ、物価っていうのはね、無限にね、どん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 上がっていくんじゃないかなとか思ったんですよ。だって、いくら上がったって、金価格も上がるから、その、通貨単位はどん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 増えるけど、なんていうかね、まあ、金も上がるから、結局、その、あれ、支給金額か UBI 定額給付金の額がね、上がるだけでね、問題はないなと思ってたんですよ。でもそうじゃないみたいですね。ブロックチェーンはマイニングしかお金増えないわけですよね。だからマイニングの分だけが物価が上昇するわけですよね。だからマイニング比率を下げれば物価はほとんど上がらないってことなんですよね。ってことは黄金時代になったら物価はすごく安定していくわけですよね。いやいや、ビットコインはね、上がったり下がったりがすごいでしょうとか言うけど、それは外部からのお金の影響を受けるからビットコインっていうのは上がったり下がったりするんで、デジタル通貨で QFS になったらもうほとんどね、物価はね、安定するんですよね。いらぬことは起こらないわけですよ。今までは中央銀行システムだとか、それの絡みで不正な金がね、あっちこっちにわけのわからんように流れてるもんだから、結局さ、その、お金がね、あれなんですよね。1年前にベンジャミン・フルフォードさんがなんかの話でね、過去2年間、だから3年前、2年前はアメリカの通貨発行量が5倍って増えてるんですよね。だから10倍になってるんですよ。ちゅうことはドルの発行量が今までの10倍増えたんですよね。で、3年前だからさらに 5倍分増えたら15倍でしょ。ちゅうことは1ドルが今140円だけど、1ドルが10円でいいわけですよね。ちゅうことはもうドル価値がないってことなんですよね。でもまあ日本も吸ってるから、まあね、3倍ぐらいは吸ってるから、ちゅうことは1ドルが30円ということで、もうドル崩壊は3年前からずっと計画されてたってことですよね。で、直哉さん言うには、やっぱりね、その昔ポーランドなんかがルーマニアかな、ポーランドかな、あっという間に、ね、ハイパーインフレになったってね。ドイツがね、お金ダメになったでしょ。あるという、もう連動してね、ハイパーインフレ、もう負けた国はハイパーインフレになるんですよね。だからロシアのルーブルだけが残るとか言うんですよね。だけってわけじゃないですけどね。そういうことで米ドルっていうのはもうね、本当にね、あっという間にね、1週間ぐらいでね、ドッカーンとね、下げるみたいですね。だからね、なんか2万倍とかなんかね、本当どうなるんかなとか思ってたけど、
内藤春介さん5000倍になるとか言うけどね、案外ね、やっぱね、あるみたいですね。で、その後、ヒューストンからのテキサス州か、あそこのね、からあのデジタル通貨というかね、新通貨がね、それがあのアメリカ全土に飲み込んでいくっていう感じになるんじゃないですか。5分か、早いな。とりあえず終わります。ありがとうございました。はい、2本目です。何しようかな。習近平にしようか。習近平は、藤原直哉さん言うには、プーチンが入れ替えたんじゃないかって言うんですよね。僕はね、アメリカがね、入れ替えたと思ってたんですよ。でも、可能性あるなと思って。宇野正美さんも言ってましたよね。中国の後ろには、ロシアがあるってね。確かね、だいぶ前に言ってたんですよ。5、6年以上前。あ、そうなのかなと思ってね。んで、バフムート、ウクライナ戦争でね、あんなのはね、ロシアはね、5分で終わりますよって言うんですよね。バンカーバスターで地下120メートルの、地下の司令部をね、ぐちゃぐちゃにすればね、5、6発撃ち込めばもう終わりなんだってね。だから5分で終わるんだって。それをね、長引かせてね、1年以上。なんで、藤原奈さん言うには、やっぱりその、武器の処分なんだってね。やっぱ私、1ヶ月ぐらい前言ってましたようにね。1ヶ月もないか。あれね、世界中から武器集めてね、処分してるんですよ。もういらないんですよ、通常兵器というやつはね。その、対宇宙人が来る時の、そういう兵器はいるかもしれないけど、もうね、身内同士というか人間同士のね、兵器っていうのは、通常兵器っていうのはほとんど意味がないんですよね。だからもう処分していいんですよ。それがもう、トランプとプーチンとの合意なんですよね。